抗日分子は地下から出てきたネズミのように皇軍の砲火に消滅させずに根気で隠れていましたが、武兵の攻撃を待っていた。武道軍もうすぐ帰るんだ。ベレーだ、突撃部隊停滞しろ。我乡亲们出城20里，让鬼子骑兵撵上了。自卫队的兄弟们全让鬼子给杀了。我们干得不漂亮，对不起啊，李县长，给你找麻烦了。马大当家的，是我李三枪没有保护好你们，让你们受苦了。出大事了！鬼子押着一批老乡做挡箭牌，正在跟李县长说什么，应该是逼李县长让道。告日的，鬼子就会用这种下三滥的手段。他们拿着刺刀，去把百姓们救出来吧。刺刀有子弹快吗？鬼子机枪一扫，老乡都得死。鬼子跟着老乡进城，那就是引狼入室，县城就完了。那怎么办呢？咱们总不能被鬼子牵着鼻子走吧？再等等，李县长应该有办法。李县长，你辖区的百姓已经通通被俘虏。大佐有令，让你们通通放下武器。如若顽抗，这些百姓全部都得死。都是军人，应该以军人的方式来对抗，伤害无辜的百姓，这就是你们狗屁的武士道吗？一战区所有的军人、百姓，全部都是皇军的敌人，皇军有权全部通通杀掉。放屁！铁锤，下来！皇军开战，不斩来使，你们不可以这么粗鲁地对待皇军的信使。什么信使？你们就是一坨狗屎！我告诉你们，你们赶紧把老百姓放了。要是不放，老子今天就把你们剁馅子、下饺子吃。对，バカ野郎、三人の命で兵士の血を消化しろ。はい。我就先崩了他。李县长，杀死这些平民的不是皇军，是你的冷血。你们中国有句古话叫一将功成万骨枯，你是为了成就你个人的功名，是你杀死了这些平民，你不算什么英雄，你就是刽子手。我给你3分钟，时间一到，如果你还不退出阵地，这些平民统统格杀勿论。准备撤出阵地。那咱阵地不要了？阵地丢了咱们还可以夺回来，老百姓的命没了就回不来了。把所有的手榴弹跟弹药全部留下，准备退出阵地。撤就撤，你给鬼子留这么多弹药干嘛？少废话，执行命令。李县长，时间到了。别看
开枪！我答应你们。林县长，别杀他！不要！不要！不要！杀他！杀死这些小鬼子！姐夫，都准备好了。我答应你们可以，你们先把老乡放过来，我们出去接了老乡，阵地就让给你们。謝罪します。小道具、間違いなかったらこれはもう1回目のちっぽく謝罪することだ。僕の無能、帝国に屈辱をさせた。リーサンちゃんが何度も考古に殺され、しかし銃口で頭を向かれたのか全然聞こえなかった。ますます勇敢になった。かけた目はますます大きくなった。君は帝国の高貴な武士として、まさか野蛮の中国人に及ばないのか。申し訳ないんです。いちいちな芝居は本当の芝居ではなく、シロの攻撃するのがたった始まった。最高の勝利は必ず我が帝国のものだ。はい。小原軍、すぐ強行を拝見しろ。シロ国担当しろ。大佐、帝国軍人もベイマージョ陣地を取れなかったのに、強軍は攻撃任務は完遂できますか。彼らただの餌だ。本当の狩りのが帝国の狼。